皆さんこんにちは。今日はですね、野竜地質公園というところに来ています。今ね、ちょうどお金を払って入ったところなんですけども、この入場口から、進んでいって、この公園の中を解説していこうと思います。この野竜地質公園というのは台湾の北部にありまして、まあ、台北が大体北部にあるんで、まあそれより北の方ですね、だいぶ北の端、あの海岸沿いにあります。9分よりもさらに北の方にあります。この辺、今ね表示されているこの辺のところですね。この公園ですね、島みたいになってまして、まあ、あの海岸より突出した島のようなところを、公園全体を公園としています。ここをこれから歩いて、左下の方ですねから歩いて、解説していこうと思います。いつものようにね、あの右の方に地図を表示させていただいております。赤い丸がありまして、今ここにおりますので、位置などを確認していただいて、予習などにねご利用いただければいいかなと思ってます。ということで、オープニングからスタートします。オープニングどうぞ。Je suis de celles qui se donnent, je ne sais pas pourquoi. Pas de celles qu'on emprisonne avec une bague au doigt. ということで、海岸の方までやってきました。あいにくですね、先ほどまで雨が降っていて、今ちょっとね曇り空なんですけど、もしかしたらねこれね、晴れてたらすごく綺麗に向こうの海と空が見えると思うんですよ。ですけどね、今日はね雨が降った後で、しかもさっきまでねすごい暴風だったんですよ。風が強くて、ここに来ても撮影できないかなと思ったんですけど、なんとかね撮影ができることになりました。このようにですね、細い道を通ります。これですね、行きも帰りもここを通りますので、結構ね狭いですし、人がいっぱいいて歩くのが困難なことがあります。これまだね雨が降っていて、お客さんが少ないので、なんかもう少しはね歩きやすいんですけれども、これ以上人が増えてくると結構ごしゃごしゃになりますね。今ねこの、湾の方を見ています。結構ゴツゴツしてますよね。まあ、ゴツゴツというか、ちょっとゴツゴツ以上に奇妙な形をしていると思うんですけど、多分ですね、硬いところと柔らかいところの土が、いろいろ混ざっているところに海水が入ってきて浸食などをして、こんな形になっていると思います。なんかね面白いんですよ。この野竜地質公園は3つのエリアに分かれていまして、第1区、第2区、第3区があるんですけれども、大抵第2区か第1区をみんな見ると思います。第3区の方まで行くと、今ねあの右の地図は第3区の方は結構ね右の方に行っちゃってて、あの今切れてて見えないんですけど、大抵の人がね第1区と第2区を見て、
帰るんじゃないかと思います。今いるところは第2区で、ここにですねクイーンズヘッドなどがあります。今左の奥の方に点々となんか木のようなものがこうもっとこう生えてるような見えますけど、実はですね木じゃなくてあれ岩なんですね。これからねこれを近くで見ますから、楽しみにしていてください。で左側の方は岩や、崖があって、右の方に行くと海、このね景色すごくいいんですよ。これねみんな見に来てほしいんですけど、ね、あんまりここ日本人の人があんまりいなくてですね、ちょっと残念なんですけども、まあ、大抵ですねツアーの韓国の方とかツアーの台湾の方だと思うんですよの方がたくさん いるのと、あとは、白人の方がいるような感じですね。今歩いてるのは僕のおすすめコースを歩いています。すいません、僕ね一回下見して一回行ってるんでどんな感じかなって確認してるんですけど、これからですね、いきなり一番最初にクイーンズヘッド、一番有名な岩のところクイーンズヘッドっていうところに進みます。クイーンズヘッドはあまりにも有名すぎて、撮影するための列が長くてちょっと並んじゃってるんですよ。なので、今日はですね列を並ばずに列を避けて、クイーンズヘッドを周りから撮影するっていう方向で歩いて行かせていただこうと思います。まあ、ですので皆さんはですね、きちんとこの感じで歩いて行ってクイーンズヘッドの方まで行って並んで行っていただいて記念撮影をしていただければいいんじゃないかとは思ってます。藪の中を進んでいって下にある矢印の方向にどんどん進んでいくんですけど、この藪みたいのってなかなかこれ日本にないですよね。こうなんか大体日本に行くとなんか竹林とかそういうのがなんか藪っぽい感じがするんですけど、なんか謎の藪を通り過ぎて今ここまで来ています。足元は非常に平らで、今までのところの石で固められたところから進んでいって、この先の木の通路ですね、こういった感じで結構真っ平らで進んでこれます。この辺から人が並んでいるんですけれども、ここから先ですねクイーンズヘッドを撮影するために、皆さん並んでいます。撮影の待機列ですね、これがねメイン会場と言っても過言ではございません、ですね僕ねこれに並んでるとちょっと時間かかっちゃうと思うんで抜けました。ここね歩いても出ても OK なところです。これ先ほどね解説したなんかもじゃもじゃして木が生えてるんじゃないかなっていうところの実際に来たところです。下の方今歩いてるところがちょっと今水がついてるんですけれども、ここが多分ね柔らかい地質で、この上の方でなんか木じゃないかなと先ほど言ったところはこの上の方硬い地質のところ、この硬い地質のところを残してなぜか、木のようになっている感じです。さてこれからクイーンズヘッドの方に向かいます。皆さんが撮影している多分ねベストな角度ではないんですけれども、こちらのね裏側というか周辺をぐるーっと撮影させていただこうと思います。今ねいろんな人が並んで撮影して、あとはね撮影ポイントがあるんですよ。ここから撮影するとベストな角度ですよっていうところから、カメラを構えて立ち位置にみんな立って撮影をする、これが、一連の流れですね。今ね撮影の方がもっと右だよっていう感じで今手で指示してますけど、そんな感じでね撮影ポイントと撮影されるポイントがちゃんと隔離されて、撮影自体も綺麗に撮れるように工夫されています。今ね正面でこちら撮影しているのは裏から撮影している皆さんですけれども、もちろんクイーンズですかね、クイーンズヘッドクイーンですからすごく撮影されていい角度があるはずなんですけれども、そんなの関係なくね後ろから撮ってもいいよっていう人は今のように後ろから撮影するしてもいいんじゃないかと思います。一番の目玉であるクイーンズヘッドの解説も終わりましたので、ここからはですね、それぞれある、岩石の解説をしていこうと思います。いろんなね変な岩というか変な形の岩がいろいろありますので、それぞれ説明させていただこうと思います。一番最初こちら今21番ですけれども、最初って言っても21番ですよ、地球石っていうのがあります。今矢印のところ、今ねこれ地球の形してる、矢印のところ今地球、今切れちゃった、こんな感じですね、海岸沿いに丸い形の石があって、それを、地球に見立てて地球石としています。
長回しで撮影している関係上、すみません、じっくり一つずつ撮ったりしてないんで恐縮ですけれども、このようにですね、なんかこの世のものかどうかわからないこの地面をですね、ゆっくり歩いていく、これをね楽しむといいと思います。ここからねまた新しいというか別のものがあります。こちら竜の頭の石ですね、があります。反対側から撮ると竜のくちばしみたいなものがあってですね、竜っぽく見えるんですけど、今裏側から撮っちゃったんで、ちょっとよく分かりませんでした。ここからもっと先にあるものをご紹介するんですけれども、さすがにですねちょっと遠すぎて、よくわからないんですけど、一応で紹介します。この24番があるんです。これね、鶏もも肉の炭火焼きっていうのがあるんですよ。なんかよくわかんないですけど、なんかあの矢印のところにあるんですよね。でちょっと遠くてわからないんですけど、なんか台湾って食べ物をなんか石とかいろんなものに見立てるの得意ですよね。台湾の故宮博物院にある肉の形をした石とか、あとは白菜の翡翠とかですね、これら200年前の清の時代から存在するようなものだそうで、白菜の方に至っては400年前からこのようなスタイルで、翡翠を白菜の形にして、で宝物にするっていうのが流行っていたそうです。ということで、鶏もも肉の炭火焼きがおもむろにあったとしても動じることはありません。これが普通です。どんどん進んでいくと、このようにですね、緑の生い茂った場所にたどり着きます。この先に休憩所があります。これ、ね、角海休憩所って書いてあるんですけど、これなんか角海、海の角で書いて、多分岬ってどうも言うらしいんで、そんなところの、まあ、本当にね岬っぽい感じの休憩所です。ここではですね、チョコレートのスムージーやマンゴーのスムージーなどが販売されていて、ちょっとね一服休憩ができるようになっています。最初に説明した通り、第1区、第2区、第3区とかありまして、今ちょうどここに来ているこの一つねモニュメントがあります。ここまでが第2区、ここから先が第3区になります。今ね26番マリンバードっていう石があって、バードっていうくらいですからね、多分鳥の形をしていると思うんですよ。でマリンなんで海の鳥かなの、これですね、このモニュメントが最後というか、まあここ第3区に入っちゃうんですけどね。でここで折り返して帰るのがちょうどいいんじゃないかと思います。これ以上先に行くと階段がたくさんあってすごく上がってきますし、体力があって、まあ体力あるというか体力有り余ったような形が行って岬の先まで行くと楽しいかと思います。ではこれから戻っていきます。こちら野流地質公園、まあ地質公園をねジオパークとも言うらしいんですけれども、野流地質公園に、来たんです。理由がですね、僕台湾には何度か来てるんですけれども、この野流ジオパーク、こちらの方がね前から行きたいな行きたいなと思ってたんですよ。ですけどコロナの時期になってから来ることができなくなっちゃって、でちょっとね気持ちが高ぶっちゃって、とりあえずここから今回ねこの辺から攻めていこうかなと思って来た次第です。つまりですね、3年ぶりに海外旅行に行っていきなりここが見たくて来ちゃったみたいな感じで、今ね感動もひとしおなんですよね。すごい、ちょっとね雨が降って曇りじゃなかったらすごく良かったんですけど、それでもね来れてよかった。このね開放感のある景色、これを感じていただきたい。皆さんもねここちゃんと来てください。来てほしいです。ここまでのアクセスなんですけれども、僕はあの、路線バスで来ました。台北の駅の国交客運ですね、そちらのから乗ってこちらまで来ました。1時間20分くらいかかると思います。もちろんですね日帰りのバスのツアーもあるそうなんですよ。チョフェンやシーフェンのなどを通ってこちらのやるジオパークも回って帰るというのがどうもあるそうなので、そういうのを利用してここに来るのもいいかもしれません。大抵の日本の方は9分ですね、チャフェン、まあ、あたりが行って、あとはねせめてまあもうちょっと足伸ばそうと思ったら10分の方、あのシーフェン、そっちまで行ってランタンを上げてこう楽しむと思うんですけど、もうちょっと足伸ばしてください。もうちょっと足伸ばしてこちらのヤリュージオパーク、ここまで来てください。見てください、これこんな景色ね日本にないですよ。これ見てください、ここに来て楽しんでください。お願いしますよ。でこれからですね
ちょっと高台の上の方に登っていって、もうちょっと上の方から眺めようと思います。ここですね、ちょうどここの展望台のトップのところでクイーンズヘッドが見えます。見えます？見えますか？もし見えなかったりわからないっていう人がいたら、もう一回この動画を見直すか、現地ここまで来てみてください。先ほどちょっとちらっと見えたと思うんですけども、ここにね銅像が立ってまして、多分ね日本語読みだと林天馬さんっていう方だと思うんですけども、そのね林天馬さんの銅像がこちらにあります。こちらね、こちらの野流の方に住んでいて漁師の方なんですよね。で、人命救助のために海に飛び込んで亡くなった方っていう方を称えた銅像なんですよ。こちらは蒋介石が建てさせたという銅像なので、れっきとした有名人ですね。今もう折り返して半分以上切ってますので、これからね帰って外に出ていくと思うんですけれども、外の方にはお土産売り場やレストラン、あとはねホテルなどありますので、もしね泊まりで来る方はホテルに泊まってこちらに来ると面白いと思います。お土産を買う場合はなんかね海産物みたいなのが多いんですよ。ですけどね、ちょっとね、台湾の方とかそっち寄りの海産物が多いので、もしね気に入ったものがあれば買えばいいと思うんですけれども、なんか気に入るかどうかはちょっとわかりません。ここちょうど左側に見えているのは、海食つぼ穴17番ですね。17番の、見どころがあります。穴があって、そこになんか海食して穴のような、浸食がですね起こって、このようなゴツゴツした奇妙な地形になっているかと思います。ありがとうございます。ここまで長々と喋り倒してきましたけれども、そろそろエンディングをして終わりにしようと思います。もしこの動画面白かったり、なんかためになるなと思ったら、いいね、あるいはチャンネル登録していただければとてもありがたく思います。そうですね、これからですね、いくつかクイズじゃないですけれども、ヒントなしでいろいろ表示させていただこうと思います。まず最初にですね、台湾と台湾の形をした島の、なんですかね、島の形をした、岩があるんですよ。これをね見つけていただく。あとはね、最終的に一番動画の最後の方にですね、ハート岩、ハートの形のした岩が出てくるんですよね。ハートの形をした岩は、あのノーヒント、テロップすらないので、それを見つけていただいて、キュンです、まあ、指でキュンですみたいにやってもらえばいいんじゃないかと思います。台湾石はテロップありますよね。この後すぐ出てきます。見つけていただいて、で最終的にハート岩、見つけていただければありがたく思います。それでは、また次回よろしくお願いします。Je suis de celles qui se donnent, je ne sais pas pourquoi. Pas de celles qu'on emprisonne avec une bague au doigt. Pas de celles qui parlent aux anges et qui marchent droit.
Ooh.